こんにちは、モッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップのレイヤースタイルの交際についてシェアしていきたいと思います。よくネオンのような文字だったり線だったりを見たことってありますよね。あれをパッと作れるのがレイヤースタイルの交際なんです。暗めの背景にネオン系の文字や線を入れるとかなりかっこよくなります。ということで今回はフォトショップのレイヤースタイルの交際の使い方と使い道についてやっていきます。ではフォトショップでやっていこうと思います。まず一つ目の交際の使い方についてさっと説明していこうと思います。まずレイヤースタイルなので交際をかけるレイヤーが必要になります。今回はこの写真の中の私の手とスタバのカップを切り取った写真を用意します。今マスクを隠している状態なんですけど、マスクをつけるとこんな感じでカップと手以外は透明になりました。切り取り方法についてはこちらの動画でアップしているのですが、今回はパッとオブジェクト選択ツールで切り取りました。そしてちょっと見やすいようにベタ塗りのレイヤーを下につけておきました。こんな感じです。そしてここからこの手とカップの周りに交際をつけていこうと思います。ではまず最初に交際をつけたいレイヤーをクリックして、下にある FX のレイヤースタイルのところから交際の外側をクリックします。またはレイヤーの右側をダブルクリックすると同じ画面が出てきて、ここから交際の外側をクリックすれば同じことです。ちょっと今見づらいので一回キャンセルして、このカップの写真をコマンド T で左側に寄せておきたいと思います。こんな感じで寄せておきます。そして先ほどと同じように右側をダブルクリックして、このレイヤースタイルの画面に戻ってきました。で、交際は内側と外側の2種類あります。どちらも効果的にも同じように輝いている感じなんですが、内側か外側につけるかという違いです。今回は交際の外側を詳しくやって、その後から内側の交際について違いなども含めてやっていきます。では交際の外側をクリックします。で、もしここに交際の外側がないよという人は左下の FX をクリックすると、このようにいろいろ出てくるので、ここで選んでみてください。では交際の外側がクリックされて、もうこの時点で交際がかかっているのがわかると思います。では詳しくこの交際の細かいところまでやっていこうと思います。まず描画モードです。描画モードは背景が白黒 50% グレーなどによってそれぞれ効果がちょっと変わってきます。まあ描画モードについては別の動画でアップする予定です。今回は描画モードは通常のままでいきます。そして次に不透明度なんですけど、不透明度は左にスライドすればするほど透明感な感じが出ます。そして右にすればするほどちょっとがっつりした感じになります。そして次にノイズです。まあカメラを使ってる人はわかると思うのですが、 ISO が高ければ高いほど画像がザラザラした感じのノイズが増えると思います。あんな感じでノイズをわざと増やすこともできるんです。こんな感じでノイズのスライダーを右側に寄せていくと、こんな感じでザラザラした感じのノイズが出てきます。これを作ることができます。では一旦ゼロに戻します。そして次に交際の色を決めることができます。色は1色、そしてグラデーションの2種類選ぶことができて、1色の場合はここをクリックすればこのように色を簡単に決めることができます。で、今回は先ほどと同じ黄色に戻りたいと思います。そしてグラデーションの場合はグラデーションの色を決めることができて、こんな感じでグラデーションの交際を作ることができます。そして次にエレメントの中のテクニックです。テクニックはさらにソフトにと精密の2種類があります。さらにソフトにだと結構ふわふわっとしたイメージのものが出来上がります。そして精密にした場合はもっとがっつりレイヤーに沿って交際がもう輝いている感じという感じになります。今回はさらにソフトに戻っておきます。そして次にスプレッドです。スプレッドは左側にやればやるほどふわふわ感が増します。そして右側にすると結構がっつりした線になります。まあこれも後に出てくるこの輪郭によって変わってくるんですけど、まあ王道のこれだとするとスプレッドを左にすればこうホワホワとします。そして右側にするとこんな感じでもう境界線のようになります。そしてサイズは
このふわふわ感の領域を決めることができます。右にスライドすればするほどもう広範囲になります。そして左にスライドするともうなんか狭い範囲の中でふわふわ感が出るという感じです。そして先ほどちらっと出た輪郭なんですけど、ここもいろいろ種類があって、まあ、ふわふわ感を出したい場合はこの一番左上のものが良かったり、あと二重枠をつけたい場合はこの右下のものを選ぶと、このように二重枠を選ぶこともできます。これはもうお好みでいろいろ選べるし、実際作ることもできます。今回はもうノーマルなふわふわ感を出したい、これに戻しておきます。そして範囲はそのまま交際の範囲ということです。先ほど出てきたサイズと少し似ているのですが、この輪郭をそのまま表したい場合はもう 100% にします。で、適用度はグラデーションにした場合のみ反映します。なので先ほどのグラデーションに戻って人にグラデーションを選んでみたいと思います。こんな感じでグラデーションを選んで適用度を右にスライドさせていくと、こんな感じでノイズで混ざり合ってるかのような感じに仕上げてくれます。こんな感じで光彩の外側の詳細をやってきました。で、一旦光彩の内側を今度は見ていきたいと思います。交際の内側に行って、で、ほとんどまあ同じなんです。で、切り取り写真や文字やシェイプも同じようなことに輝いている感じを出せるんですけど、その違いというのが、こっちだとちょっとサイズを大きくしていくと分かると思うんですが、先ほどは外だったのにこっちは切り取ったものの中に交際を入れてくれます。そしてエレメントの中のソース、これがエッジと中央があります。で、エッジにした場合はこの画像に合わせてこの周りに光彩をつけてくれるという感じです。で、逆に中央にするとこのまま中央に光彩を入れてくれます。で、一旦エッジに戻って、あとチョークというのも先ほどなかったものなんですけど、これを右にやると結構がっつりした線みたいな感じで現れます。この2つが唯一光彩の外側になかったものです。では2つ目に光彩の使い道についてやっていこうと思います。光彩はレイヤーがあれば何にでもかけることができます。例えば切り取り写真やイラスト、文字、シェイプなどが挙げられます。では1つずつ見ていこうと思います。では1つ目の切り取り写真とイラストについてやっていきます。切り取り写真は先ほどやったので、今回はイラストでやっていこうと思います。で、今回は2種類のイラストを用意しました。1枚目が JPEG、 そして2枚目が PNG です。で、もし JPEG にかけてしまったとするとどうなるかやっていこうと思います。では同じようにレイヤーの右側をダブルクリックしてレイヤースタイルを出します。そして光彩の外側をつけると、この時点だとあんまりわかんないですよね。もし JPEG をちょっと小さくして見てみると、こんな感じでかかるんです。なので JPEG の写真の周りにかかるという感じになってしまいます。なんですが、もしこのイラスト自体に光彩をつけたいという場合は、ここで切り取るか、または PNG で保存したものを Photoshop に入れるかをしなくてはいけません。で、今回は PNG のこのエンナちゃんの人形を用意したので、これでもう一度光彩をつけていこうと思います。こんな感じでつけると、このイラストに沿って光彩をつけることができました。なので覚えておきたいのは、 JPEG でそのまま光彩をかけてしまうと、その写真の周り、四角に光彩がかかってしまう。そして PNG や切り取り写真、切り取りイラストなどは、イラストや写真に沿って光彩をつけることができるということです。では2つ目の文字についてやっていきます。例えばここの白いキャンバス、では例えばこの白いキャンバスに文字を入れて、もっとネオンっぽい感じにしたいと思います。まずちょっとネオンっぽい感じにするには背景を黒くしたいので、ベタ塗りレイヤーを用意します。そして黒にして OK にします。そしてここから文字を入れていきたいと思います。じゃあネオンと入れていきます。こんな感じでネオンと入れました。で、このネオンという文字はもう白文字でいきたいと思います。で、ここに光彩をつけていきます。では先ほどと同じようにレイヤーの右側をダブルクリックして、光彩の外側をクリックします。今回はちょっと紫っぽい感じにしていきたいと思います。こんな感じでちょっと微調整して、こんな感じでネオンの看板のような文字を作ることができました。で、今回はもうパッと作ってしまったんですけど、もっとリアルにネオンの文字、ネオンの看板のような感じ
を作りたいという場合は光の感じだったりを計算する必要があるので、もうパッと作りたい人はこのやり方でやってみるといいと思います。でネオンの文字のリアルな作り方は他の動画にアップしようと思うので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。では3つ目のシェイプについてやっていきます。シェイプにも光彩をかけることができて、例えばこのカスタムシェイプツールだったり楕円形、長方形、もう全部三角形とかも全部光彩をつけることができます。で今回はちょっと新しい三角形ツールに光彩をつけていこうと思います。では先ほどと同じように黒のベタ塗りレイヤーの上に三角形を作っていきます。で今回は中の塗りは必要ないので線だけを白にして、そしてこの線の大きさをちょっと太くしていきます。でこんな感じで三角形が出来上がりました。ではここに光彩をかけていきます。では同じように三角形のレイヤーの右側をダブルクリックして光彩の外側をつけます。でも何色でもいいんですが、じゃあちょっとピンクっぽくします。こんな感じでシェイプにも光彩をかけることができます。はい、今回はフォトショップのレイヤースタイルの光彩についてシェアしてきました。よく見るネオンの感じのような文字だったりシェイプだったり、あと切り取り写真やイラストにもつけることができます。まあリアルにネオン文字などをする場合はちょっと工夫する必要があるんですけど、もうパッと作ってしまいたいという時にはもうレイヤースタイルの光彩は本当に使えます。ちなみにサムネイルの私の周りもよく光彩の白い線で輝かせています。レイヤースタイルの光彩は結構使うので、ぜひ皆さんもいろいろいじって試してみてください。フォトショップのレイヤースタイルの光彩楽しいじゃんと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではフォトショップとライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップやライトルームの使い方がわからないという人はぜひ他の動画もチェックしてみてください。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では一つずつそれぞれ、では一つずつやっていきましょう。